三股でーす。久々の三股又蔵チャンネル生配信ということで、今日をもちましてですね、私、54歳になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、久々にチャンネルスタッフの農場くんと石橋くんがわざわざ駆けつけて来てくれました。ありがとう。おめでとうございます。三股さん、ありがとうございます。ございます。久々だね。お久しぶりです。変わってないじゃないか君たち。三股さんは痩せましたね。そうですね、92キロだから6キロぐらい痩せました。なんか嫌なことあったんですか。いや、企画だよ。企画で。うん。企画でね。まあまあまあ、いろいろ辛いこともあったけれども。はい、ね。はい、10月の31日にですね。はいはい。ボディービルの大会の中のフィジークに出るんですよ、うん、年齢別の。へえ。なんで今も絞り込んでまして。ちゃんと健康的に痩せてるってことですね。そういうことです。今日安心しました。生配信、半年ぶりかな。うん。半年やってなかったんすか？確かね、大好きだったんだけど、あることをきっかけにちょっと、一人ぼっちになってしまいましてね。うん。怖いなーってことはなんか今日大丈夫ですか今日は。大丈夫大丈夫。もう、うん。やっぱり54歳、いつでも笑顔ね。あ、そうですね。スマイル、スマイル。スマイル。あ、それでね、昨日だよ、昨日。はい、あのね、だから、15年ぶりにね、はい、なんか LINE が来たの、女の子から。で、ちょっとわかんなくて、その名前は入ってんだけど、うんうん、え、誰だと思って、はいはい、もういいやと思って、あの夜、もう LINE 電話したの。そういう勇気すごいっすよね。うん、そう。もういいやと思って。で、ごめん。あの、何々ちゃん、うん、あの、ごめん、申し訳ない。思い出せないんだって言って、はい、ヒントをもらったら、はい、ちょうど15年前に本当に付き合ってた子だって。付き合って、彼女の名前なんですか？嘘。うん。うん。で、その当時に20歳だったの。はぁー。だ、今35なの。あらー。そう。で、俺54、ちょうどいいかなとか思ったりなんかして。よくないでしょ。うん。そう、まあまあまあ。そんなのもありながらね。おぉ、我々からケーキご用意しました。うわー、嬉しい。ありがとう。いえ、ありがとうございます。歌ったりとかするのはあれなんで、うん、ふっと消します。さ、ひーふ、三股でーす。かき抜けた。ありがとうございます。後ほどいただきまーす。ありがとうございます。僕からプレゼント。おお、俺もさ、俺からは言えねえじゃん。なんかねえのかっていう顔をね。顔はしてたと思う。え、ほんと粗品ですけれども。え、農場くんからプレゼントいただきました。かわいい。ありがとうございます。これ、あ、開けていい？もちろんです、開けてみて。全然ほんと、あれなんですけど、そんないいものじゃないんですけど。いやいやいや。はい、お、出たー！一人で頑張ってらっしゃるので。携帯をピュア、ガキンするやつ。パッケージ見せるよね、せっかくなんで。なんで中身先見せちゃうんですか。この。スタンドね。スタンド。だし、ライトもついてるんで、うん。これ最近一人で頑張ってるんで、こう、綺麗にね、お顔も映るように。嬉しい。ちなみにですけど、今僕が使ってるこの携帯スタンド、100均です。うわ、すっげえ、ほんとや。ライトついとる。ついてます。今、それやってもいいですけどね、それにしても。うん。あ、違いを、はいはい、あ、いいね。やっていきましょう。ジョー君、ありがとう。その間に石橋のプレゼントもじゃあ。おう、ごめん。俺も言いたかないけど、ジョー君がこんなね、はいはい、一人で頑張って、100均のスタンドっていうのもバレてるから、買ってきてくれたわけや。はいはい、石橋、お前はなんかあるのか？いや、まあ、そうですよ。あるちょっともう、まあ、あるっちゃあるんですけど、今はない。今はない。すみません。石橋。申し訳ない。三股又の誕生日って今しかないんだぞ。今日しかないんだぞ、お前。申し訳ない、もう友人が承知なんですけど。うん。言い訳を聞こうじゃないか。なんだ。いや、まあ、買ったのが、うん、あれなんですよ。三股パンツなんですよ。あ、俺がいつも履いてる？そうです。あの、三股ダンスの時もそうですし、プライベートも履いてる。うん。うん。え、それもうなかなか売ってなくて。そうなんだよ。はい。いや、もう、僕もすぐ買えるもんと思ってちょっとスケジュール組んでたんですけど、全然なくて、もうすごいバタバタしちゃって、はい、で、なんとか、まあ、そのネットで、まあ、見つかったんですよ。お、はい、DVD の黒のブーメラン。あ、そうそうそう、いや、決まりのやつ。あのワンポイントのやつだぞ。そうです、はい、お、
なんとか、おん、その昨日の時点で翌日、おん、配達も可能だったんですよ。おん、今日ですね。おん、よっしゃ、ね、ギリギリ間に合ったと思ったんだけど、いや、なんか届くのが、そので、うん、7時から10時の間で、ね、なるほどな、もうお前ん家には今、はい、もうすぐ届いてんのか。まあまあいいや。すいません。ありがとう。ちなみに去年何もらったんですか？去年はね、違うんだよ。違うんだよ。恐ろしいぞ、去年。言っていいか、正直に。明るく言うから聞いてくれ。はいはい、去年の誕生日、うん、俺、部屋で一人でハイボール飲んでた。ね。うん、そう。あ、違う。違うよ、違うよ。泣きたくなりました。違うよ、去年はあれじゃん。俺、宮迫と山下とで、宮迫チャンネルで出てるじゃん。ああ、そうでしたね。そうだよ。はいはいはい。一昨年だ、俺が今から喋ろうと思った話。一人で。去年は宮迫が宮迫チャンネルでやってくれたんよ。うわ、すげえライト。うわ、女優ライトやん。三股ライト。綺麗に、綺麗に映ってますね、これね。おお。めっちゃイケメンになりました。めっちゃイケ。シュッとしてんな。これいいっすよね。すごいね、このライト。ちゃんとね。あの女優さんがライト当ててっていう気持ちわかるわ、はい。うん、これ色も変わるんですよ。ちょっとこれオレンジ。色味がね。なるほど。程よい色のオレンジにしてみましょう。これじゃ自分でちゃんと使えるようにしてください。はい、ありがとうございます。はい、あ、そんでね、はい、だから去年は宮迫と山下に祝っていただいて、はい、ルブタンの財布までいただいたじゃない。うん、その前の年が、はい、俺。正直に言うわ、うん、一人で、はい、あのハイボール飲んで、あ、おしっこしたくなったって言っておしっこしに行ったんよ、はいはい、ね、で俺おしっこの時便器座らないんで、はいはい、立ったままやるんで、昭和の男、うん、やったんですよ、おしっこ、はい、ね、もうおしっこだから、おしっこの意識で行ってんだよ。で、52歳迎えて初めてのおしっこチンチン出して、はい、おしっこで、シャーってやった瞬間に、はい、大きい方も出た。うわ。しかも、ちょっとじゃなく。ちゃんと？ドーンと。もう完全にこの脳とさ、下半身の通信がおかしくなってるわけじゃん。いや、そうですね。ね。おかしなことになってます。そう。で、52歳にして、なんで俺、はい、おしっこのつもりがうんち漏らしてんだ、うん。めちゃくちゃ落ち込んでたんですよ。はあはあ、ほいだら、たまたま俺寝る前って、落語聞いたり、誰かのラジオ聞いたりするんですね。YouTube とかで。そうたまたまさんまさんが、あの人年に一回、日本放送で、オール日本リクエストっていうのを、3時間かなんか喋りっぱのやつをやってたのを発見して、その一番新しいさんまさんのやつを聞いたのよ。ね。そしたらさんまさんが、すごいね。俺50になった時に、はい、ゴルフの打ちっぱなし行ったんや。はいはい、で、おしっこしに行ったら、はい、台が出てもうて、めっちゃ落ち込んで、うわーって言って落ち込みながらパンツ洗ってたら、ゴルフの練習場だから、普通に素人の方が入ってきて、すいませんって、俺下半身すっぱだかで、パンツ洗ってるとこ、素人さんに見られるわ。散々な目にあって、はい、おいで俺は何も言わずにイマルに電話して、はい、イマルに、はい、もう俺のことは諦めてくれって言って、で、イマルちゃん、え、ボス、何、どうしたのって、もうもう俺のことは諦めてくれっていう、このエピソードを聞いて、めちゃくちゃ救われた。俺だけじゃねえんだと。天下の明石家さんまも52歳迎えて、おしっこという通信の中、しかもゴルフの練習場、高級な練習場で台漏らして、でもそれを後日その漫談にしてるわけですよ。漫談というかね。そうですね。エピソードトークにして。そう。だからその、なんかね、やっぱね、芸人さんにいつまでも俺は救われるな。それで喋れるようになったもんね。俺。もうこれ喋っていいんだと。そうそうそう。さんまさんがあるから。はいはいはい。そう。さんまさんっていう。うん。さんまさんがなかったら俺ずっとこれ隠してたよ。ああ。恥ずかしい。恥ずかしくて。そう。だからどうせ、はい、ジョー君にも石橋にも、いずれそういう時は来るのよ。はい、いや、本当なりたくないですね。なりたくないよ。それなりたくないけど、笑い飛ばすしかないからな。いや、そうですね。うん。その辺はじゃあ見習う感じですね。うん。
いやでもね、俺何が、皆さん聞いてください、はい、まあ、生配信これにも今日の終わりはあるわけですよ、うん、あ、はいはい、そうするとこの農場と石橋もどっかに行っちゃうわけですよ、はい、帰ります帰ります、もう僕一人になるんです。そうですね。いやだ。一人はやだ。いやいや。すみません、すぐに僕ちょっとケツがある。おい、そのな、そんな俺になケツがあるとかやめてくれ。すげえ悲しいんだあれ。そう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 。あの宮迫さん来てほしいなっていうコメントも。ありがとうございます。さんまさんに怒っ。うわ。うわ。わあ。うわあ、まあまあ、あ、おめでとうございます。ありがとうございます。おわあ、おめでとうございます。久々だなー。みんな久しぶりです。見てるよ。いつも見てるよ。ありがとうございます。楽しそうだな。すいません。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、誕生日ということで今日はちょっとおね、スタッフも。旧スタッフ無償で来ていただいて、はい、旧スタッフとか言うな、戻るんだ。ありがとうございます。ごめんなさい皆さん、本当にもう申し訳ない。いや、ちょあの皆さん、あの誕生日、はい、誕生日なんて、あのもうちょっと明るくしていただきたい。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとう。いや、そここのキックもな、浴びたかった。本当に半年ぶりだ、このキックも。なかなかちょっとね、普段も会うことできないですから。はい、そうだね。うん。せめて誕生日は。痩せたな。ちょっとね、6キロ痩せましたよ。鍛えて痩せてるんですよ。あの、落ち込んで痩せてるんじゃないですか、ね。落ち込んでも痩せろ。両方で痩せろ。あ、そっか、そっか。あ、そんで、ちょっとジムあるから、ちょっと行かなかった。お、早いな、おい、おい、もうちょっと頼む。会話してくれよ。俺は見てるよ。お前、本当にちょっと。怖い目するな。すいません。本当にチャンネルの収録今ちょっとね、ちょっと押してしまいまして、ちょっと、はいはい、ちょっと、ね、ジムの時間がちょっと過ぎてしまって。いやいや、ジムっていいじゃん、明日でも、はい、あ、ダメです。俺の誕生日今日しかないんだよ。あのちゃんとあのトレーナーさんが待っていただいてるんで。いやなんかしてくれよ。今日しかないんだよ、はい、俺の誕生日は。はいはいはい、はい、だから言ってくれ。いや、頼むから。マジで入れないんですよ。マジな断り方じゃん、このトーン。8時からうちの動画も流れるんで、やっぱりそこ。怖えんだよ、言い方が。裏かぶりしたんだよ、読めない。そんな本当に良くないですよ。すいません、ごめんなさい、ごめんなさい。え、これマジのやつ？マジのやつそうなんですよ。なんだよ。すいません。はい。いやー。誕生日プレゼントね。お、出た！うーわ！これ。ほんまに時間ないのに買いに行ったからな。マジっすか。でも今日本当にちょっと時間ないな。うるさいな、さっきから。時間ない、時間ない。飲め、楽しい。お前、最近人気出てんな、おい。ありがとう、お前。あら、出てないっす。お、これね。かわいい。うわー、なんだろ。スレード生地。やったブレ、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 なんだっけこれ、ビルケンソン。そう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 。おっさん二人がブリ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 知ってる知ってるって。ビルケンさんやん。わあ、皆さんここからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、夏場やな。はい、サンダル履いて夏ね、どっか一緒に行こうよ。行かへんわ。なんでだよ。どこも行かへん、お前。連れてってくれよ。ハイボール飲もうぜ。本当に会ってないからさ、本当に嬉しいわ。だってさ、たまに呼ぶのはほら、お店飯も行こうかって言ってたけど、今その、うん、ご飯屋さんに行かれへんからな。そうで、ご飯屋さんでお酒出せないからね。そうですよ、だから、うん、今もだって一人でだってたまに飯は行きますけど、うん、なんか何人かで行って喋るわけにはいかんからさ、はい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 、一人でこうなんか食べるためにこうしながらずっと、この間もなんかもうなんかカウンターの外席しか空いてないようなとこってことになって、焼き鳥が一人でやってましたよ、ね。そっか、はい。まあまあ、もうすぐね、開けることを信じてですね。いや、そりゃそうですよ、ね、本当にもうね、こんなやつが、はい、すい
すいませんなんか。いやちょちょちょあのさ謝うんあのわかるよ、言いたくなる気持ちもわかるんだけれども、はいはいはい、誕生日をきっかけにさ、はい、またこのなんていうのかな、やっぱりさ宮迫チャンネルから始まった僕の YouTube なわけですよね。まあ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 ね、そういう部分ではやっぱりこれを機にね、はい、またそのあの関係性で行こうじゃないかなんて僕も思ってるんだよね。どういうことですか。うん、ちょこちょこ出て。あ、まだダメです、ダメです。いや、ちょ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 。でもさ、あの、本当にあの、あなたのことを毛嫌いしてる人たくさんいらっしゃいますので、まだまだなんですよ。あ、言ったでしょ、あの、うん、ちゃんと、いやいや、うん、いい顔になってきたよ。うん。あの時、一時本当にすごい悪い顔してたから。人相出てた。人相も悪かったし、あの、うん、言葉遣いもすごく悪かったので、はいはい、今はそれがね、うん、まあそのことによって、まあ、スタッフさんもどんどん離れていき。はい、いやいや、離れていき、離れていきというか、だから、雇うお金もなくなったんですよ。周りからどんどん人が離れていき。うん、おいおい、言い過ぎだろ、誕生日に。何なんだ、俺。どうせ、結局俺一人になるんだぞ、ここで。どんだけ寂しいか。いや、だから、誕生日をまたこのね、うん、新たにこの誕生日、はい、ね、うん、あなた生まれてきたんでしょ。そうです。でも本当の心から思うのは、うん、もうほんま二度と祝うなと思うよ、ね。いやいやいや祝う、お前が生まれてきたことを祝うようなことではないなと思ってんだけど。いやいや、ちょっと話が変わってくるでもこの誕生日記念、うん、さらに、うん、はい、ね、うん、さらにいい空気感、はい、いいオーラが出るように、はい、やっていただきたい。なりますよ。ほんまのこと言っていいですか。はい。あの、堤と綾とは、うん、マジで来たくないって言ってる。ふざけんなよ。本当にいい加減しろよ、お前。それ、ごめんなさい。今日めちゃめちゃ密なスケジュールだった。本当に。会えねえよ、まあ、行かなくてもいいんじゃないかなって話しました。うすうす、堤はそんなやつ。綾とお前もか。エヴァンゲリオンの話しようって言ってたじゃないか。ほんまに昨日の撮影終わりの移動中に、車中で、明日どうされますかって聞かれたから、で、いや、お前らはどう思うねんって言うて、行く必要なくないですかって。いい加減しろよ。すみお前変わったな。必要があるかないかで言ったら、行く必要なくないですかってまず言ったよね。うん、もっと噛み砕いて言ったら、うん、行きたくないです。いい加減にしろよ本当に。はい、これはもう本当に関係性、いや、そういう話聞かせないで俺に。これはあの間が置くことない事実です。まあまあいいや、あのね、お寮はいい子だからね。うん、お寮はそういう子じゃないから。いや、俺も来てないんですけどね。うん、あ、そっか、俺も来てない。何言ってんの俺、俺いねえな。いや、やっぱり宮迫といると楽しいわ。半年会ってねえと。違う違う、たまには楽しましてくれ、俺のこと。いやいや、この空気感がいいじゃないですか。っていうかさ、なんか、いや、そう、俺見てるんだけどさ、俺あれ好きなんだよな、あの、ほら、ママに扮してさ。春麗ちゃん、そう。ね。あれとかもさ、俺がいた方がいいじゃないかよ。いや、あなたがいない方がいいです。もう全てにおいてあなたがいない方が。いや、本当に。そんなことないじゃないですか。いや、本当。そんなことあるんですよ。申し訳ない。そこ冷静に言わなくていいんだよ。すいません。いや、ほんとに。ウィンウィンウィンとかどうなんですか。うん、おあえてね。あえてというかちゃんとゲスト、いやいやいや本当に、うん、あのウィンウィンウィンってね、僕、はいはいはい、一言物申していいですか。あ、どうぞ。すごく、はい、もうドーンと成功した人を出すっていうのはいいですよ。はいはいはい。あえてね、変化球で本当のウィンウィンウィンに僕みたいな人間をさせるっていうのはどうですか。ウィンウィンウィンっていうのが、うん、まずあの今シンガポールに行ってるあっちゃんがね、うん、はいはい、あっちゃんがそのプレゼンをやっぱいつも考えてくれてるわけです、はい、だからそのいつもミーティングがあるんです、はい、ズームでね、シンガポールとあのやり取りするんです。なるほど。おそらくやけど、うん、あっちゃん、うん、実は、うん、次のゲスト、うん、今たまたぞどうやろうって俺もし俺が言うたとしようよ。おう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 、多分やけど、うん、混戦して、なんすか？なんすか？届かへんと思う。いやいやいや、届かへん。もう、すごい電波環境ええはずなのに、うん、なんすかってなると思う。いやいやいや、宮迫も、はい、あっちゃんも、ウィンウィンになると思う。っていうのは、やっぱりすごい成功してる人は、はいはいはい、やっぱり、
なんていうか。三松さん。はい。もう、無駄な会話やめましょう。何をどう言うても無理なんです。いや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 、あえてバージョンいいけどなぁ。けども。いやでも、あれはすげえ。すごい。ひろした？うん？ひろゆきさん。ひろゆきさん。コメントしてくれました。はい。すごい。宮迫さんが出てるのに260人しか見てない。いや、それは、すいません。僕の責任です。そう。はい。そのすいません。はい。でも、本当にケツ、あとですよ。本当にケツだそうです。なんだろう、もう身内までよ。あと2分だそうです。また今後ともね、よろしくお願いします。本当に。はい。ちょっと待って。ジムの時間だ。だけど、ありがとう。やな、みなた頑張って。宮迫、ありがとう。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 ということで、8時からね、その、宮迫チャンネル、はい、ぜひ見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、ありがとう。ありがとうございます、本当に。また電話する。はい、ありがとう。ありがとう。また、エヴァの話しような、今度ゆっくりな。な。ありがとうございます。ということでですね、なんと、宮迫と、堤と、あやとが来てくれました。本当に帰りましたね。本当に帰ったね。いや、でも嬉しいね、実際。本当に。いや、本当に嬉しいですね。本当に、本当に帰っちゃったってことは、本当にこの20分ぐらいのために。ね来てくれて。いやー、嬉しい。プレゼントもいただきまして。本当嬉しいですよ。いや、過去最高に嬉しいバースデーを。本当ですね。今、本当に迎えさせてもらってます。本当嬉しいな。本当にありがたい。はい。ということで、今日は久しぶりの、半年ぶり以上ですかね、はい、生配信をさせていただいて、うん、本当に楽しい時間を過ごさせていただきました、はい、感謝しかございません。いや本当、今後とも三又又蔵チャンネルよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。最高の54歳の誕生日を迎えることができました。またお会いしましょう。 He, Who, 三又でした。